Hola todos, ¿qué tal? はい、皆さんこんにちは、北村俊です。今回の動画では、スペイン語のアルファベット、発音についてシェアしていきたいと思います。日本人にとってスペイン語を読んだり話したりすることはとても簡単です。理由は2つ。1つ目は、スペイン語は多くの場合、ローマ字と同じ読み方をするからです。例えば、アミーゴという単語があります。スペイン語で友達という意味です。そのままローマ字読みです。一方で英語で友達を表すのはフレンド。これをそのままローマ字読みするとフリーエンドと間違った読み方になってしまいます。二つ目の理由はスペイン語のアルファベットと英語のアルファベットがほとんど同じだからです。この動画ではアルファベットについて学んでいくのですが、実はほとんど覚えることはありません。アルファベットの読み方が少し違うことはありますが、ほとんど覚えることはありません。どうですか？スペイン語できるような気になってきませんか？それでは確認していきましょう。エンペセモス。今回はスペイン語の読み方だけ、発音していきます。A, E, F, H, H, I, J, K, Z は英語の TH みたいに舌を、歯と歯で挟んで Z です。皆さんいかがだったでしょうか？今回の動画ではスペイン語のアルファベットについてシェアしました。アルファベットはほとんど英語と同じですが、エニエだけは覚えてください。この動画がためになったという方は、いいねボタンをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。Gracias por ver este video. Hasta luego. Nos vemos. Chao.